いいね、うん、うんうん、あ、うまいわ。どうも、タニパンさんです。いつも見ていただいてありがとうございます。はい、今日はですね、皆さんにおすすめしたいものがございまして、まあ動画をね、今回はアップさせてもらってるんですけども、今日はこれね、僕結構ね、お菓子よく好きなんで、いろいろお菓子食べるんですけど、ちょっと久々に、ちょっとね、もう皆さんも買ってる方もいるかもしれませんけども、これどうしてもね、皆さんに勧めたくて紹介したいのがありますんでね、ちょっとこちらでございます。じゃじゃーん！はい！ラムネ！ね。これね、森永が出してる、ラムネなんですけど、よくあるじゃないですか。ラムネの瓶のプラスチックの形のやつ。あれのシリーズでよく出してたんですね。そう、ラムネってこうなんか砂糖でできて、なんかすごくこう甘いお菓子っていう感じじゃないですか。今回からね、このもうパッケージに書いてあるけど、ブドウ糖 90% だった配合してますということで、ちょっとね、皆さんこれね、美味しいのよ。本当に。見た目あんま変わらないんですよ。ちょっと開けてみますね。見た目は全然変わんないんですけど、これ粒の形見てください、ほら。ほら。変わらないでしょ？結構僕、ブドウ糖って薬局屋とかに売ってて、ブドウ糖だけ売ってるんですよ。で、結構このね、なんか、頭冴えたい時って結構ブドウ糖入れたりすると結構冴えたりするんで、そう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 、これうまいんだよね。すごいね。これはね、ちょっとおすすめなんで、なんかね、一回食ったらちょっと病みつきになっちゃうんですよ。で、これね、なんか新しいパッケージになって、こう、閉じれるようになってるけど、もう一個その、最初から売られてるね、ラムネの瓶の形の形状の、それも同じ感じになりました。ラムネ好きなんで昔から食べてたんですけど、なんかね、ある時っていうか、まあ、これが出た時に、まあ、何気なく買ったんですよ、こっちの方。そしたらなんかうめえなと思って。あ、そしたらブドウ糖、あ、なんだ、砂糖というよりブドウ糖を使ってやってるの？あ、じゃあいいね、健康にと思って。ね。まあ、その、適度ね、摂取が必要だと思いますけど、大量にはね、あれですけど、でも本当になんか、うまいんすよ。ぜひ皆さんこれ、おすすめなんで食べてください。いいね。うん。あ、うまいわ。ちょっとこれうますぎる。まあね、コンビニとかでもう本当に売ってるんで、なんでしょうね、頭が冴えたいなとか、なんかこう、口が寂しいなって時とか、あとはそのなんか集中して、脳が疲れたなって時は、これを食べていただければバッチリかなと。まああとはその、ね、なんか集中したい時とか、脳を柔軟にしたいなって時は、ブドウ糖入れるといいと言われてるので、ぜひ皆さん、これ、ゲットしてみてください。森永のラムネ、とても美味しいです。以上、タニプワさんでした。バイバイ。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとこれうまいわ。これあ、ダメ、やめられませんわ。うまい。